に日本武道館で行われた統一教会と関連する政治団体国際勝共連合のイベントここでウッド氏は司会を務めた日本からは右翼の大物笹川良一氏も出席ウッド氏は笹川氏の発言が忘れられないと話す 彼は胸を叩きながら「私は分子の犬だ」と言いました驚くべき発言でした日本で最強の人物が自分を分子の下に位置づけたのですあの時我々は世界を支配できると思いましたさらに文鮮明氏と深い関係にあったのが安倍晋三氏の祖父岸信介元総理だという。

岸元総理がレーガン大統領に送った新書だ本日大統領にお願いをしたいと思います文孫氏は現在不当に収監されていますあなたのご協力のもと何としてでも一刻も早く 彼が不当な習慣から解放されるようお願いいたし、ます実はこの新書が出されたとき、文氏はアメリカで脱税の罪で収監されていた岸元総理がレーガン大統領に文氏の釈放を依頼する内容だったのだ。